俺が群馬の牛バラ頼め群馬の木じゃがです。極上本日の企画は油そば食べよう。よいよ、はい、はい、今回ですねラーメンではなく、はい、なんと油そばを食べようじゃないかと。どうなんですかゆうぽんさん、実際油そば結構食べます？油そばめちゃくちゃ好きで、東京にいる時、うん、俺があのカリスマモデルやってる時は、やってねえよお前、新丸子で食ってたんだけど、変なパーマかけやがってやこの野郎東京いる時はよく食べてたなっていう、うん、印象なんだけど、こっちに来てからあんま食べてない。こっちに来てからね食べてないね、うん、高崎初かい。高崎初だね本当に。うわそれすごい非常に楽しみじゃないですか。ということで、はい、今回油そばを、食べさせていただくお店はこちら、東京メンチン亭本舗高崎インター店さんです。ありがとうございます。はい、高崎インター店って言ってるぐらいだからインターからも近いのよ。もうすぐ近く、うん、だからもうアクセスのしやすいのよね。ほんとだよね、うん、多分こんなにアクセスいい油そば屋さんもここしかないんじゃないか。いやもうねえよ本当に、インターの近くにある油そば屋さんってここしかねえんだよ。ここしかねえんだよ本当に素晴らしいよ本当に。素晴らしいですよ。じゃあね早速、うん、はい、もう俺腹減っちゃってるから。正直減っちゃってるよね。じゃあちょっと中入ってみてさ。入ってくからね。それ食券見て考えてこいよ。いけるかゆうぽんさん。いくよ。あ、そっから入んなよ。え、野蛮人がのれんのとこから入るんだよちゃんと。そっちですよ。じゃあ早速お店の入っていきます。はい、行きましょう。失礼します。はい、面接に来た福山です。よろしくお願いします。採用でお願いします。お帰りください。シフトは入りません。全然まかないだけ食べました。本当によろしくお願いします。本当に行くんだよ本当に早く。早速、店内の方に、はい、はい、入らせていただきました。ありがとうございます。いいですね。カウンターも並んでてね、並んでるってことはつまりあれだね、うん、やっぱ一人でも食べやすいっていう。そうだね、本当あるんだよ、うん、やっぱりあの女性の方とかやっぱりそのがっつきたいけどちょっと恥ずかしいみたいな方もいらっしゃる、うん、もう見られない。ご配慮いただいてるってことで、はい、ご配慮いただいてますね、しっかりとね。優しいな、本当に優しいよ、本当に、うん。そしてこちらですね、食券。食券ですね、券売機。わっと並んでおりますね。わっと並んでますね。まあ普通の油そば、油そば、特製油そば。限定はね、この時期によってあるなしが、うん、あるみたいなんでね。あるみたいなんでね、うん、はい、で、今回並盛り、大盛り、ダブル盛り、トリプル、鬼盛りってのがありますけど。ありますね、うん、並盛りが、1玉が 140g ですね。だから、まあ単純に、ゆうぽんさんは鬼盛りでいいってことだね。単純にね、4人前、うん、4人前生きてるみたいな。もっと考えろ、もっと考えるんだよ。何ですか。早い、なんか18だと思ってるの。違う違うと思ったっすよ。思ってんだ。だって言ってんじゃん、みんなめちゃめちゃ食うって言ってえから、やっぱゆうぽんさん食ってそのバクバク大盛り食ってる姿、うん、これは無茶ぶりだよ。無茶ぶってる。これは無茶ぶりだよ。ちょっとあのお店の富田さん、うん、富田さんちょっと聞いてみようか話ね。富田さん、うん、聞いてみようか。富田さんちょっとよろしいですか、今回担当、はい、アテンドしてくれる富田さんですね。ありがとうございます。今回声だけ、声だけ出演で、声だけ出演で。富田さんどれぐらい食べます？私が普段大盛り、大盛りですね。お腹空いてたらダブル。ダブル。あらら。これで結構富田さん、あ、満足だなっていう2玉ですか。そうですね。ちょっと動きたくないかなしばらくぐらい。ああ。結構じゃお腹いっぱいじゃない。そうだよ。じゃあ結構ダブルだったらもうするする成人のメンズだったらいけちゃうかなみたいな。そうです。いけるかな。行ってほしいかな。じゃあ男だったら。ですよね。うん、男だからね。じゃあ俺あれかな。じゃあジャガさん油そば。うん。あれ油そばのじゃあ俺もダブルにしようかな。そしたら。うん、じゃあ俺特製油そばのダブルでいいですか。イエーイ、お願いいたします。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。いや、ありがてえやこれ。ありがてえや。じゃあ早速ね、はい、注文させていただきました。はい、次のについて、はい、シューはい、極上
はい、麺が今茹で上がって湯切ってますね。湯切ってます。あ、湯切ってます。湯切りました。湯切ってますね。入りました。入りました。入りました。あんまねえよ。ラーメンでやんねえよ、共同作業。うわー、これ特製だ、右の。テレキビア、そりゃそうでしょ。タックでやらさせてもらってんだから。違う時もあるから。うわ、出来上がりですか。出来上がりですか。ありがとうございます。完成。よいしょ。あらー。うまそう。そうだな。はい、ということで。はい。ここはね、どんぶりの受け取り、はい、受け取りと返却ここです。そういうことですね。俺持ってっちゃう。いけるか。俺イタリアンレストラン働いそうだから。働いてねえだろ、絶対。うん、乗せんじゃん。やめろやめろ。あ、おいおい、ダメだよ、全部こぼれるだろ。本当にせっかくこんな丁寧に綺麗に作ってくれたのによ。ご迷惑かけちゃう。ご迷惑かけちゃうから。ちゃんとね、ちゃんと持って、で、席に向かうと。席に向かう。はい、ここが席ね。お席ですね。座らせていただいて。お待たせしました。あ、これそう、女性です。あ、ダメです。お待たせしました。あ、そうです。よいしょ。ありがとうございます。いいね、じゃあ、俺全部ダメじゃん。ほらほら、そしたら鬼盛りを頼むんだよ。最初から。してくれましたね。はい、ありがとうございます。あれってな、あれっとす。思いはさぞ食っていいか。行きましょう。え、ジャガーさんが頼んだのが、油そばの、ダブル。ダブルね。ダブル盛り。俺は特製油そばのダブルね。ダブル盛り。はい。いいね。もううまそうだよ。ゆうこさんマジ温玉大好きなんだよね。温玉大好きなんだ。最高じゃないですか。してないね。してないね。じゃあちょっと足くれ。足。OK です。早く。早くしろ。オッケー。それでは手を合わせて。はい、いただきます。いただきます。いただきます。いやー、うまそう。まず背景、油そば初心者の君へ、まずは混ぜる前に酢とラー油を1、2周だってさ。あー、でもそれやろう、ちょっと絶対やろうぜ。そしたらこれ、ゆうこさん、酢と、これ酢だ、あ、これ酢だな、とラー油、スーとラー油、1、2週、2丁、はい、2、はい、2、だ、じゃあ、2丁、あ、ありがとうございます。ラー油、1、2週、はい、おー、いいね、彩られてるよ、彩られてる、彩られてる、彩られてる、ありがてえや、ほら、2週、いった、いった、OK、そしたら、ゆうぽんさん、天地返しです、これだよ、OK、OK、ムラなく混ぜると、ムラなく混ぜる、ムラなくね、ムラなく混ぜてください、ちょっと味がしてよ。はいはい、うわもうひっくり返すんじゃないかってね、もうグッと、もう完全に上から下、こう、もうあ、もう、そういうもうさぁ、うわ、下にこのタレがさ、タレだな、もうしみ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 なんだ、ほら香りしてみ、でもムラなく混ぜて、まんべんなく混ぜて、よだれでしょ、ね、俺も知ってる、やばいやばい、やばい、ここ大事でしょ、多分味のムラをなくすんでしょ。なくす、それ。いや、でももうゆうぽんさん、だいぶもういいんじゃない。もう、だって卵もさ、うわ、もういいんじゃない、いい感じにもう、はい、なってなりました。あ、なった。そしたら食す、お、食すんだ、食すんだよ、いけ、オッケー、いくんだよ、もう、いただきます、いただきます。めちゃくちゃうまいな。うまい。うわー、このタレとさ、この
麺も絡みついてですね、そう天地返しすることやからちゃんと絡みついて、もう全部に味ついてるから、うん、でこの温玉のさ、この優しさを醸し出してるのよ。あ、そうだ、ね、いいんだよ、いい。この具材がこの混ざるからさ、なんつうの、これいっぺんにこの二度おいしいみたいな、麺だけじゃなくて具も一緒に食えるみたいな、めっちゃわかるし、だからこれで食すとおいしいじゃん。でももうここまで完璧じゃん、うん、その4からはもうごま胡椒かけたりとか、うんうん、まあ、またそれ食べて、ニンニクソースがいっぱいあるんだよ。ガンガン自分のもう好きな味にして食べるのが一番うまいっていう、うん、なんだかんだ言ってね、そうそう、うん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 、おいしい。で俺ここで気になってるのがさ、うん、泥唐辛子ってのがあるんだよ。うん、多分泥唐辛子ってのは多分これなんだと思うんだけど、うん、多分これっすよね、泥唐辛子。ただなんか聞くところによるとね、うん、これのさらに上の辛いやつがあるらしくて、辛いのめっちゃ好きだから。ない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 。ちょっと富田さん、ありますか？ないよね、富田さん。はいはいはい、はい、あります。あります。何ですかこれ？ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。何これ？これっていうのがね、うん、言わないと出ないやつなんだって。あ、これ言わないと出てこないですか？そうですね、声かけていただいたら。なんて言えばいいですか？灼熱の泥唐辛子。灼熱の泥唐辛子というと、この冷蔵庫に保管されてる感じなんですよね、はい、ああ、もう本当に厳重に保管されてるんだ。で、特別にちょっと出してくれるっていうので、うんうん、泥唐辛子、灼熱の、うん、ちょっと入れさせてもらいたいと思います。大丈夫？トミさん、これ激辛ですか？大丈夫ですか？ちょっとずつ、ちょっとずつのがいいですよ。ちょっとずつのがいい。いや、もうちょっとずつだ。おい、振りだよ、これ。はいはいはい、富田さん、振りかでも、ちょっとずつですよね。うん、うわー、でもちょっとってどう？お、ちょっと来てるぞ。絡みある、絡みあるぞ。ちょっと目来てるぞ。やばいさ。でも、ちょっと、もうこんなもんで、うん、これでいいんじゃない？一回、で、混ぜてで、混ぜて、ちょっと一回行かさせてもらっていい？そしたら、こう、俺ちょっと辛いのでね、食いてえと思ってたね。あー、すっごい、でもうまそう。やばくない？わいいね、色づいてきたね。色づいてきた。うん、うわ、匂いも上がってきてる。いいね、上がってきてます。ちょっと行かせてもらっていい？うん、すいません。ちっちゃい咳すんなよ、お前。病院におじいちゃんみたいな咳すんなよ。あー、こいつマジ辛いっすよ。すいません、マジで。めっちゃうまいっす、でも。めっちゃうまいけど。マジ？めっちゃ辛い。ユーポンさんやめたほうがいい。あ、俺ダメね。やめたほうがいい。やめたほうがいいやつ。苦手だからね、俺。ダメです。これは。でも、めっちゃうまい。吹き出してきてんじゃん、汗。まあ、もう出る。もう出てます。うわ、やばー。でも、うまい。俺、辛いの好きだから、うん、マジで美味しい。トミタさん、これどんぐらい？今ぐらいですか、トミタさん。今くらいか、もういっぱいくらい。あー、トミタさん、すげえ辛い。トミタさん、すげえ。得意なんだ、トミタさんは。一杯でいいぞ。一杯俺はね。あ、ちょっと辛いの好きだけど、うん、あの、一杯でいい、乾杯。これ以上いくと、多分本当の激辛好き。おー、でもいいね、激辛好きもまた楽しめるっていうのが。楽しめるっていうね、ちょっと裏メニューですか、うん、これ言っちゃって大丈夫でした？大丈夫です。よかった。一口食ってんの、俺のやつ。いい、うん、本当に一口でいいと思う、マジで。そのレベル、そのレベルだ。うん、ガッて言って嫌いじゃないんだよ、俺も、うん、でしょ、そうだよね、うん、こんぐらい、うん、こんぐらい食べる。いや、これが正しいんだよ、これが正しいんだよ。一瞬にさせてできてるから、わかる？辛いし、でも美味しくない？でも美味しい、ね、うわ、これ癖になると思うわ。わかる、めっちゃ熱そう、うん、汗がすごいわ。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お子さんもね、ガンガン自分のアレンジで、うん、言ってもらえれば、やらしてもらっちゃうわ、うん、だからもう普通のプレイでは満足できない方にあります。ニンニク酢ってのがあるらしいですか？ニンニク酢かけたい酢あります？あ、お出せします。本当ですか？うん、あ、すごい、ありがとうございます。ドバッと出るので。あ、ドバッと出るから、はい、これも冷蔵庫だから、すっごいから、これマジか、これ、うん、ドバッと出るって、うわ、いいなぁ。ドバッといっちゃってる。まあね、これでいいのかな。いや、でも2、3週とか1、2週かけるんだから、もういっちゃっていいじゃん。うん、いいと思う。オッケーオッケー、でも絶対いいと思う。俺もこれちょっとかけたかったから、うん、かけてしまうから。ありがてえや、元気出るよ、これ。出るでしょ。どうなの、
ジ、うん、普通のプレーじゃ満足できないっていうのはもう合ってるかい。もう後戻りできない、これやっちゃったら。うまっ、これみんなかけた方がいいわ。へえ、お疲れ。さあ、ということで、はい、残り一口になりましたね。はい、シャワー浴びた。浴びたよ浴びてきた。テンポ内のシャワー浴びた。テンポ内ちょっとシャワー浴びさせてもらったびっしょりじゃねえかよ。あー、すげえや、これや灼熱の泥唐辛子、すげえ、マジで。最後一口ですね。ありがとうございます、はい、いただきます。ちょっと待って、大丈夫か、込めてやね。うんうん、これはいい。ありがとうございました。